I never knew I'm thinking this will last forever.
ゆっくり見。
リへ。おはよう。小田切、期待している。お互いのためにな。
はい。おい小田切、なんだよ今の。お互いのためってどういうことだ。より良い学園生活を望む教師が適性ある生徒に協力を要請しただけのこと。生徒会長が彼を手伝いとして呼んでいるように、ね、勝手に仕切んなっての。生徒会長に相談もなしにあんなこと。男子トイレでタバコの吸い殻が見つかったらしいんです。それでその犯人探しを風紀委員でやってくれないかって先生が。風紀を乱す輩を風紀委員が捜索する、至極当然の成り行きじゃないか。期待する側の心情は二極だ。叶えば信頼、裏切れば不信。有能であるがゆえに期待も集まる。お互い苦労するな。では失礼するよ。おい、俺を無視してんじゃねえ、この犬野郎。よくないですよね、生徒会同士なのに喧嘩なんて。私生徒会長にこのこと。そういやゆかりっちさ、学生用のネット版とか見てる？先週 E 組の子が校門で倒れてんの見つかったっしょ。あれ階段に出てくる怨霊の仕業じゃねえかってさ。怨霊とかマジやめてよ、嘘くさい。その階段というのはどんな話だ。ちょ、どうせ作り話に決まってるし、聞かなくていいと思いますが。気になるな、話してみる。うっす、そんじゃ。どうもこんばんは、伊織純平アワーのお時間です。世の中にはどうも不思議なことってあるようなんですよ。ご存知ですか、遅くまで学校にいると死んだはずの生徒が現れて食われるよって怪談。私の知り合いに、まあ仮に A としておきましょうか。A がね、言うんです。伊織さ、俺変なものを見ちゃったって。あんまり真剣なもんだから、何かあって私聞きました彼に。彼首かしげながらね、実は例の E 組の子なんだけどね、事件の前の晩学校来てるとこ見たよって言うんです。嘘だ、そんなんあるかい、嘘だって私彼に言ってやりましたよ。 E 組の子、夜遊びするような人間じゃない。でも彼真っ青なんだ顔。確かに見たってガタ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 震えてる。私考えましたよ。そうなんだ、倒れていた E 組の彼女食われたんですよ、死んだはずの生徒に。夜中に学校にいたから食われて、だから倒れていたんだって。私ゾクッとしました。ドウッと冷や汗が溢れ出ました。世の中にはどうも不思議なことってあるようなんですよ。まあ全部私の推測なんですがね。どう思う、秋彦。あら、俺が熱演した件はスルー？怨霊かはともかく、調べる価値はありそうだな。しかしユカリッチさ、お化けが苦手とはちょい情けないよな。情けないって言った？いいわよ純平、だったら調べようじゃないの。お互いこれから1週間いろんな人から徹底的に話を聞いて回るわけ。
階段なんて絶対嘘に決まってるし。それは助かる。君の悪い話だからな。じゃ、よろしくな。ああ、怖い怖い。そうだな。こんばんは。約束通りまた会いに来たよ。調子はどう？覚えててくれて嬉しいよ。さて、あと1週間でまた月が満ちる。そしたら次の試練がやってくるよ。気をつけて、また会いに来るよ。
ぞ。俺やっぱやめとくわ。俺予備校の見学行くんだった。忘れてたよ、ごめんな。だからラーメン食ってる場合じゃねえの。進学とか大事じゃん。お前将来のこととか考えてるか。将来とか全然考えてなかったけど、エミリが負け組になるなって言うな。将来っつったら漠然としてっけど、とりあえずは大学だよな。やっぱエミリのクラスは進学率すげえんだって。エミリ、俺との将来のこと、俺としちゃお前にも将来考えてほしいわけ。お前が負け組にとか俺嫌だもんよ。だからさ、ちょい真面目に頑張ろうぜ。じゃあな、予備校行ってきます。But we go chill.
やいや。はあ？あ。ん？まさか。よ。小田切がいないな。今日は欠席か？あ、いえ、学校には来てるみたいです。どういうことだ？きっと刑事ごっこで忙しいんですよ。この間伏見が言っていた。そうか、彼に悪意がないことが厄介だな。頭ごなしに咎めるわけにはいかない。みんなは解散してくれて構わない。ご苦労だった。だから証拠持ってこいっての。証拠？証拠など必要ない。君の素行を調べさせてもらった。公園での喫煙を咎めた男性を殴った容疑で警察に任意同行を求められたそうだ。私あれ見たの今日で3回目。私の彼もやられたって超キレてた。あれはいつか誰かに殴られるよね。黙っていても君に有利にならないと思うがね。本当に君ではないというのなら心当たりの名を挙げてもらおう。安心しろ、他言はしない。君の身の安全は風紀委員が保証する。てめえ。
こんなことで引き下がるなどと思うなよ。ああ、君か。どうした、僕に何か用か。そうかい。自己保身のためなら人は平気で嘘をつくし他者を裏切る。開き直った人間の抵抗は脅威だ。より強固な力で立ち向かわなければならない。皆の評判は僕も知っている。正義を貫こうとすれば周囲と衝突する。歴史がそれを物語っている。僕の行動は無秩序への警鐘なんだ。聡明な君ならわかるだろう。当然さ、ここで不正を黙認すれば第2第3の不祥事が勃発するからな。一度外れたタガは元には戻らない。元凶が後続を誘発させる前に対処したい。皆の評判は僕も知っている。正義を貫こうとすれば周囲と衝突する。歴史がそれを物語っている。僕の行動は無秩序への継承なんだ。聡明な君なら分かるだろう。僕は調査に戻るが、君は遅くならないうちに帰りたまえ。
なんか食えねえや。聞いてくれるか？もうこんなとこで食事ないかもしんねえな。実はさ、悩みがあんだよね、俺。エミリの部屋にあった雑誌、なんだと思う？なんでわかった？やっぱすっげえな、お前。俺それ見てさ、いろいろ考えちゃって。俺決めたよ。高校卒業したらすぐエミリと結婚する。お前は賛成してくれるよな？ありがとう。俺は本気で加納エミリを愛している。だから結婚するんだ。それでさ、加納エミリが友近エミリになるんだ。俺がエミリを幸せにするんだ。悪い、俺さ、お前には賛成してほしくてさ。そろそろ帰るか。お前と帰るのもあと何回あるかな。おかえり。ん？やあ。やるな。約束の週末ね。どう？二人ともちゃんといろんな人に話聞いた？あれ？今日って何かの日だっけ？はぁ？冗談だって。覚えてるっつの。すぐ怒んだから。とにかく今日は寮に戻ったらラウンジに集合。忘れないでよ。
だけど。あのさ、悪いな、こんなとこで。いや、やっぱいい。そうなんだよ。俺、やべえんだよ。俺、どうしたらいいか、全然わかんなくて。俺とエミリーのことが、学校にバレたらしいんだ。で、大問題になって、エミリー、九州の学校に飛ばされるんだって。どうしよう。俺もそう思ったんだ。でも取り合ってくれないんだ。急に無視されて、メールも返事なくて、電話だって着信拒否でさ。きっとエミリー一人で耐えてるんだぜ、俺のために。ナノ、ほっとけねえよな。俺、何か方法考えるから、相談乗ってくれよな。じゃあな、今日はサンキュー。月曜に約束した通り、集めた情報の確認会をします。おお、乗り気じゃん。当然、私的にはバッチリいろいろ掴んできたから。例の噂はやっぱり音量の仕業なんかじゃないよ。ああ、そこ重要なんだ。まずこの怪談騒ぎのそもそもの発端からだけど、校門で倒れてた例の子の話は確かにちょっと怪談の内容と似てる。でも、一人がそういう目に遭っただけでこんな騒ぎになったのはなぜでしょう。はい、正解。っていうか驚いたよ。最初の事件のすぐ後に実は二度も同じことが連発してたんだから。階段と同じシチュエーションで三人も病院送りじゃ、そりゃ騒がれるわけです。では次。被害に遭った3人はクラスがバラバラで、一見何の関係もないみたいに思えます。でも実は水面下に共通点があったの。その意外な共通点とは何でしょう。何なんだよこのノリ、誰の真似なんだよ。いつかお前答えろよ。被害に遭った3人の共通点だってさ。じゃねえよ。しかもよくって何よ。出家じゃなくて家出してたの。それも結構ちょくちょく出てたみたい。いくつか悪いグループと関わってて、路上オールとかしてる時に知り合ったみたい。3人とも同じ状況で見つかってんだから、このつながりは絶対何かあると思う。よってさらなる真相に近づくべく、現場取材を決行することにしたから。は？現場取材？被害者の3人が決まって夜明かししてたたまり場ってのがあるらしいの。おい、それもしかしてポートアイランド駅前の裏入ったとこの。なんだ、知ってたの？あそこヤバいって。あそこ駅のすぐ裏だけど、マジ超いろんなヤバい噂あんだぜ。そうなの？ならなおさらみんなで行かなきゃね。一緒に来るでしょ。だよね。俺行きたくねえな。あそこマジ漫画みたいに荒れてんだよ。つかそこまでする必要あんの実際。だって今まで私たち先輩に言われたまま動いてきたでしょ。このままでいいのかなって、そういう風に思わない？いや、そうかもしんないけどさ。そこで真顔かよ、ずりーな。行かなきゃダメ？決まりね。明日の夜に出発だから、そのつもりでよろしく。
く。助かるよ。素晴らしい。楽しみにしております。残念です。依頼を受けていただけますか？そういえば、がっかり。それでは。ようこそベルベットルームへ。どうぞご覧ください。こちらのペルソナですね。
こちらのペルソナですね。こちらのペルソナですね。ご覧ください。ご覧ください。こちらを引き出すのですね。こちらでよろしいですか。内なる力を。あ、どちらにいたしますかな。受けたまわりました。またがあったんだけど、これが全然わかんなくて、気づいたら爆睡。古文の小テストがあったんだけど、これが全然わかんなくて、気づいたら爆睡しちゃってたんだよね。結局白紙で出しちゃってさ。そうそう、加工力ってやつ。まあ猫だはブチギレだったけど、職員室まで呼び出されて反省文を出せとか言ってくんの。エコダの説教って、これがまたネチネチ長くってさ。こんなんじゃろくな大人にならんな、将来が思いやられるなとか、将来がどうとか気早すぎじゃない。うちらまだ10代なのに。だよね、もう少しだけ好きにしてたいよね。正直将来とかよくわかんないし、今は部活とか頑張ってんだからそれでいいじゃんって思うんだよね。私、先のことはまあ気が向いたらおいおい考える感じ。で、店先で長話はダメだね。私、部室に荷物置きに行くから。それじゃまた。あいた。いってぇ。ちょっとこんなとこで
教えてもできないね。私のことはお姉さんって。やっべ、俺に見つかる。じゃな、おばん。あ、ちょ。ああ、逃げられた。今のお向かいに住んでる子なんだけど、こんなとこで鬼ごっこ？ちょっと危ないよね。校庭とかでやればいいのに。ああ、やば。急がないと校門閉まる。また部活で。というわけで、昨日の約束通り出かけるよ。すげえ乗り気だ。やべえと思うな、のこのこ行くの。なんで音量はダメでこういうのはありなんだか。ダメとか言わない。見えないものは誰だって気味悪いでしょ。見える方が怖いだろうが。バットとか光もんとかさ。もう不良のたまり場くらい何よ。ほらほら急いだ、先手必勝なんだから。必勝？え、まさかのやる気宣言？制服あれ月光じゃん。やべえ、想像してたよりずっとやべえ。ちょっとお前らさ、遊ぶとこ間違えてんじゃねえの。あ、いや別にお前らみてえの食っとしらけんだろ。帰れよヒゲオくん。ヒゲオくん、俺のことっすね。ここ来るのになんであんたの許可がいるわけ。ちょ、お前バカかよ。お前あれか、空気読み人知らずか。何それ。っていうかこんな連中にビビんないでよ。あ、こんな連中つったよ。その子つか写真とか撮って流しちゃおうか。パパとかが気失うようなセクシーポーズなやつ。やべえ、じゃあ受けるこいつら最低。あっちゃー、彼女今最低とか言ったよね。ヒゲオくんも大変だ。こんなアグレッシブな子と一緒だとさ。その辺でいいだろう。知らねえで来てんだ。俺が追い出す。いいだろう、そんで。バカか、てめえは。今さらそんで済むかよ。てめえもやつだから。ば。つ。てめえ。今三つの川渡ったぞ。ただで帰れると思ってんのか。試すか。いや、特に。
か荒垣とか言ったな。そうだ、荒垣慎次郎、てめえも確か月光だな。くしゃー、覚えてるや。すげえっす、先輩つえっす。その顔、お前ら秋の病室にいた。バカ野郎が。帰れ、お前らの来るとこじゃねえ。待って、ごめんなさい。でも私たち知りたいことがあって来たんです。秋に言われてきたのか。知りたい話ってのは何だ。例の怪談とやらか。そうですけど、なんで分かったんですか。噂だ、病院送りになった女どもがその辺にたむろって毎日話してた。山岸って同級生をいろいろいじってるってな。山岸って、 E 組の山岸風か。あいついじめにあってたのか。おかげで騒がれてるぜ。犯人はその山岸の怨霊だと。山岸さんの怨霊って、それどういうことですか。お前ら知らねえのか。その山岸ってやつ死んでるかもって。もう1週間かそこら家にも戻ってねえって話だ。どうなってんだ。山岸って確か病気だって。つか行方不明ってことじゃねえか。これもう階段じゃないよ。 E 組の担任ってエコダでしょ。あいつこのこと知ってんのかな。そっか、秋のやつ、あの日できなかったことの代わりってか。ったく、過去を切れねえのはどっちだってんだ。なんでもね、知ってんのはそんだけだ。もういいか。ああ、はい、お世話になったっす。ほら、お前も頭下げろよ。何もしてねえよ。あの、ありがとうございました。話も聞けたし、優しいんですね。ごめんなさい。もう来んな。はあ、
いや、うんうん、やるじゃない。ありがとう。どうしてここに？君らと同じさ。先生、事情を伺いに参りました。山岸風花という生徒について。違うの！違うのよ。こんなことになるなんて思わなかった。風花、あれ、あなた確か前に。山岸をどうしたんだ？おいおい、キリジョー君、そんな言い方ないだろう。森山も困ってるじゃないかね。なあ森山、話したくなければいいんだぞ。お前が余計なことを言って山岸が変に思われてもいかんよ。風花ってさ、ちょっとつっついただけでいつも世界の終わりみたいな顔すんだ。すぐ分かったよ、こいつ優等生のくせに根っこあたしらと同じだって。どこ踏んづけときゃ立てないか、私には丸分かりだった。だからあの日もほんの遊びのつもりだったの。5月29日風花を体育館に連れてって、外から鍵かけて
まあ閉じ込めたっつうことかよ。夜中になって自殺とかされるとまずいからってマキが一人で学校行ったんだ。でもマキ帰ってこなくて、翌朝校門で倒れてるのが見つかったか。風化を出さなきゃって体育館行ったらまだ鍵がかかったまんまで、やばいってすぐ開けたんだけど、そしたら風化消えちゃってて、私らみんなビビって次の晩から夜な夜なあの子を探しに行ったの。でもその度行った子が帰ってこなくて、みんな次々マキみたいに。なるほどな。ところで連日の山岸風花の欠席を先生は病欠と届けていらっしゃる。だが実際は行方不明で、先生はそれをご存知だったはずだ。どういうおつもりです？何を言ってる。生徒のためにしたことだよ。みんないろいろ将来のために都合があるんだ。子供の君らにはわからんだろうがね。失踪して警察沙汰になる問題児などご自分の組にはいないということですか？本人のためだ。こんなことで学歴に傷がついてはいかんだろう。親御さんもそういう話で納得してんだよ。保身のためには教職の本分すらも捨てるか。ゲスめ。ゲス。そんな風に言わなくったってさ。もう結構です。外していただきたい。あとは我々が。いや、しかしこの件については追って沙汰があるでしょう。病院へ運ばれた君の友人について何か気づいたことはないか？どんな細かなことでもいい。声だ。自分を呼ぶ声。そうだ、みんな病院送りになる前の晩、そういえば同じこと言ってた。君の悪い呼び声を聞いたって。声？先輩、もしかして今回の事件って？間違いない。奴らの仕業だ。誰が影時間に落ちるかを事前に知る方法はないとされてきたが。なるほど、声か。つまり影時間へは落ちるのではなく、奴らによって落とされるということだな。実際の被害を目の前にすると思い知る。奴らは確かに人間を狙っているんだ。シャドウ、紛れもなく人類の敵だ。今夜は私たちの寮に泊まるといい。それが一番安全なはずだ。もしも声を聞いてしまったらすぐに教えるんだ。何かに呼ばれたように感じても決して部屋から出るな。これさえ守れば君は助かるだろう。そしておそらくは山岸風花もな。風花。それから伊織、竹葉、放課後生徒会室に集合だ。そこで今夜の作戦について説明する。今夜すか？今夜山岸風花を救出する。おそらく彼女はまだこの学園から出ていない。わかりました。よし、揃ったな。今夜この学園への潜入作戦を行う。目的は山岸風花の救出だ。あの、いまいちわかんないんすけど、山岸って学校の中にいるんすか？しかもなんで夜に？0時になっちゃったら学園は。その通り、山岸もそうやってタルタロスに迷い込んだんだ。じゃあまさか山岸さんって体育館に閉じ込められてからずっと？そうだ。そんな、10日も前の話じゃないっすか。それどう考えても。いや、悲観するのは早い。タルタロスは影時間の間しか現れない。なら山岸風花は日中はどこにいると思う？
われてみれば。こいつは仮説だが、おそらく山岸はあの時からずっと影時間にいるんだ。つまり10日といっても、山岸にとっては影時間を足し合わせた分しか時が過ぎてない。生存の可能性はある。おお、マジっすか。あ、でも影時間って慣れた俺らでもいるだけで結構バテるじゃないっすか。あれを10日分ぶっ通しってのは。そういえばそうね。それにたとえ見つかっても場所によってはたどり着けるかどうか。なら、このまま見殺しにするのか。方法はある。山岸と全く同じ方法で中に入るんだ。同じ場所へ行って0時を待つ。そうすれば短時間でたどり着ける。その方法大丈夫なんですか。正直に言えば、私はこの作戦にはもろ手を挙げて賛成はできない。最悪二重遭難という可能性もある。しかし助かる可能性があるのに放っておくなんて俺にはできない。後悔したくないんだ。お前らが行かないなら俺一人で行く。先輩。分かった。危険は承知だが、このまま放置するわけにはいかないからな。そうですね。やってみないとわからないし。よし、夜の学校に侵入か。そうと決まればあれだな。あれ？応答なし。困ったな。理事長に連絡が取れない。まあいいんじゃないですか。一つだけ面倒がな。理事長の口添えがないとなると夜の学校にどう入ったものか。それご心配なく。そのことなら仕込みが済んでます。仕込み？爆薬か。いいだろう。今回は任せよう。時間が惜しい。出るぞ。爆薬？いや、鍵開けといたってだけなんだけど。すんなり入れたっしょ。俺ってなんつうか天才？自慢するほどのこと？昼間のうちに鍵を。ブリリアント。グッジョブ。どこかで捜索の下準備だ。お前たちの教室でいいな。あの人たち何なの？ブリブリとかって何？どういう意味？日本人は日本語使ってほしいよな。電気つけましょうよ。怖がっちゃって。まあ怖くないっつの。ほかアホはないっしょ。いいから始めるぞ。この時間は主電源が落ちてる。それに暗いままの方が都合がいい。なんかコソコソしててやだな。まずは体育館の鍵を手に入れるぞ。職員室か公務員室にあるはずだ。2年の君らは職員室を当たらない。私たちは公務員室を回ろう。その後で1階の玄関ホールに集合だ。いいな。職員室のガサ入れか。テストの問題とかあるかも。俺も職員室にするかな。公務員室より面白そうだ。私の目の前で不正の三段か。事実なら処刑だな。嘘に決まってるじゃないっすか。嫌だな。もう誤解するな。面白いと言ったのは可能性が高そうだという。言い訳はいい。それより公務員室へ向かうぞ。イオリ、君も私と来い。じゃあ私たちも行こっか。
しかして。ったく。うん、うん。幽霊なんかじゃないってもう突き止めたしね。それにね、幽霊なんてね、言うほど怖いってわけじゃ。携帯私の。しかも迷惑メールだし。でもさ、普通びっくりするでしょ、いきなりやるんだから。そういうの。体育館、体育館、もう暗くて字がよく見えないな。この鍵なんて書いてある？どれどれ、ほんとだ、やり。じゃあこれちょっと拝借。さあ戻りましょう。待ち合わせ場所は玄関ホールだよ。鍵はあったか？ゲットしてます。途中なんか聞き覚えのある声でギャーとか聞こえたけどな。ちょ、え、適当言ったのに図星？喧嘩売ってる。やれやれ。よし、改めてチームを2つに分ける。3人がこのままタルタロスへ突入。私とあと1人が外でスタンバイだ。影時間に入ったら私が位置を割り出す。俺は突入組に入る。それとお前も来い。また仕切り役をやってもらう。あ、じゃあ3人目は私で。タイムタイム、ゆかりっち。ほら俺前にモノレールの時実力出せなくて迷惑かけちったじゃん。恩返しっつうかさ、おめえ挽回させてくれよな。はあ、変な見え張んないでよ。それとおめえは返上。そういうことならおめえ返上させてやる。突入は男3人だよ。よろしくっす。なんだ竹葉、ミツルと二人きりは苦手か？あ、いや、そんなことないですよ。そろそろ時間だ、行くぞ。私、そっか、私結局一人なんだ。嫌だ、嫌だよ。
なかなか連絡がないな。通信の感度は最大なんだが。そういえばあの森山って子、寮に一人きりで大丈夫ですかね。正直を言えば影時間に絶対安全な場所などない。だがここへ連れてくるわけにも、彼女のためだけに一人割くわけにもいかないだろう。そうなんですか、うん、でも山岸さんの救出にはこうして全員で。私だ。今そちらの位置を確認した。思ったより上だな。通信がギリギリだ。それより3人とも無事か。まだ分かってない。秋彦、おい。通信圏外とかですか。なんか心配ですね。覚めた？君の部屋の外で会うのは初めてだね。大丈夫、すぐに会えるよ。でも今はゆっくり話していられない。今夜君にやってくる試練はどうも一つじゃないみたいだ。とにかく急いだ方がいいよ。彼女が待ってる。今の君たちには必要な人だ。じゃ、また会えるといいね。
おお、ようやくお出ましだよ。心配したぜ、ったく。今後はこういう入り方は無理だな。あ、つうかさ、お前ここ来る途中に声聞かなかった？なんつったらいいか。誰？人なの？ババ、この声、つか後ろからか？山岸風花か。おお、生きてた！すげえ！もう大丈夫だぜ。俺ら救助隊だからさ。よかったな。俺たちと一緒に来い。ありがとうございます。私。はい。ごめんなさい。気が抜けちゃって。俺の判断は正しかったな。ミツルに連絡を入れておくか。ここ一体どこなんですか？私学校にいたはずなのに、なんでこんな。ああ、その話はちょっと長くなんな。戻ってから説明するっす。ミツル、聞こえるか？やっぱりダメか。ノイズがひどいな。ああ、怪我とか大丈夫か？つうかここ化け物出るだろう。じゃあやっぱりここ何かいるんですね。今のところなんとか見つからずに済んでますけど。見つからずにって一度もか？どうやって？なんて言ったらいいか。居場所がなんとなくわかるっていうか。わかるってなんだそりゃ。女の勘ってやつ？ミツルと同じ力か。いや、それ以上かもしれない。あいつのペルソナは本来は戦闘タイプだからな。ペルソナ？これを持っていてくれ。え、これってピストル？お守りのようなものだ。弾は出ない。お守り。よし、急いで戻るぞ。月でか、明る。てか、こんなギラギラしてたっけか。月の満ち欠けはシャドウの調子に影響するって説がある。もっとも人間も同じだかな。ユカリッチがプリプリしてたのもそのせいっすかね。モノレールの時も丸かったし。前も丸かった。なんすか？おい、4月に寮が襲われた日、月を見たか？今日が6月8日、モノレールで戦ったのが5月9日。寮の襲撃は4月9日。全て満月だ。ミツル、聞こえるか？あっ、ここか。シャドウか。おい、聞こえているのか？返事をしろ、ミツル。気をつけ。ミツル、おい。何これ、今までのよりずっと大きい。しかも、人を襲ってる。なんすか？分かるように説明してくださいよ。出たんだ。おそらく奴らは満月に来るんだ。急ぐぞ。ちょっと。これは。くそ、一体じゃないのか。ミツル、タケマ。こいつ
攻撃が効かない。真田さん、シャドウの気そらさないと。分かってる。貴様らの相手はこっちだ。アキヒコ、気をつけろ。こいつら普通の攻撃が効かない。おい、あいつ。うっか、バカな、なぜ来た。まさか有山さん。無茶だ、戻れ。逃げて、ここは危ないから。私、あんたに謝らなきゃって。おい、危ねえ。私が守らなきゃ。山岸さん、ペルソナ。私見える。私、あの怪物たちの弱いところ、なんとなくだけど見えます。この力は思った通りだ。ミツル、バックアップは彼女が代わる。こいつらは俺たちで片付ける。弱点を探ります。少し時間をください。ここは当然だ。お待たせしました。いつでも調べられます。タイミングを指示してください。
力があったなんて。期待通りの能力だ。分析力ならミツル以上か。心配ない。フッカ、あんた。怪我はない？よかった。フッカ！心配ない。疲れがたたっただけだ。フカ、私、今の2体のシャドウはどこから？外からだ。寮やモノレールに出た時と同じだ。そうか。っていうか森山さん、影時間とかシャドウとか全部見ちゃって。これから？いや、彼女は俺たちとは違う。影時間の嫌な思い出は記憶に残らない。それにシャドウの声を聞いたはずが、結局こうして無事でいる。再び落ちることはもうないだろう。
でもそれ、山岸さんが恩人だったことも忘れちゃうってことですよね。そんなのって。いや、そうなっても案外大丈夫かもしれない。ごめん、ごめんね、ふうか。ごめんね。自分がどうすべきだったのか、彼女はもう分かっているようだ。ごめんなさい。そうだな。さて、それじゃ。店行ってから話そうと思うんだけど、エミリーと九州へ行くことにした。ラーメン、これが最後かな。エミリーだ。エミリーと誰だ。まさか本気にするなんて思わなかった。子供だからきっと勘違いをしてたのね。進学率のためだったの。感謝してほしいくらい。あの子が言いふらしてたみたい。他の子は少しの辛抱だ。すぐに迎えに行って式を挙げよう。嬉しい。エミリー、そっか、今日だったんだな、出発。俺、それすら知らなくて、ついていくとか舞い上がって。俺、いいんだ、ありがとう。俺、
俺がバカだったんだ。エミリーは悪くない。エミリー、どうして、どうして。鼻出た。ありがとな。お前がいなかったら、俺。
何度説明すればわかる。これだから無能な奴との会話は。なんで女子の私が疑われるの？男子トイレのタバコの吸い殻でしょ。喫煙した女子が男子トイレに吸い殻を持ち込んだ可能性は否定できまい。そんなこと言ってたらキリねえだろうが。付き合ってらんねえ。勝手にやってろ。ウゴーの衆が その言葉、一時の感情に任せたものなら軽率だぞ。揺るぎない秩序は孤立ではない。おかえり。あのすよく言わないでやってくれ。大義を抱けない凡人は迷子と同じだ。いずれ僕が彼らも導いてみせる。信頼を勝ち得て絶対的指導者になって。孤立ではない、孤高だ。慣れ合いで身を滅ぼすのは愚の骨頂だ。どうも君の前では説教が過ぎるな。すまない。皆が出て行っては定例会は無理だな。今日は解散しよう。
素晴らしい。楽しみにし、私からのお願いです。成果のご報告。素晴らしい。残念です。ええ、それでは。さて、今日もいただくとしますか。やっぱこれだよな、俺がこの街を捨てられるかっての。先生、今頃九州か。結婚してんのかな。おーい、ダメ、それはダメ。アジ玉、それは俺の命玉、渡さねー。ああ、やっぱお前といると飽きねえわ。と言いつつ、彼女欲しい。ま、マジで？もしかして寮の子？今度押しかけよっかな。ああ、いやいや、そうじゃなくて、俺さ、あれから考えたんだ。エミリがいなくなって寂しいは寂しいけど、俺カッコ悪いなって方が大きくて、エミリが好きだったのか、先生と恋愛してるのが好きだったのか、すげえ考えて。でも分かんなかった。一個だけ分かったのは、お前が友達ってことだよ。俺の中ではつながってるの。お前も分かれ、感じろ、心を無に。で、これやる。それさ、俺が作ったのはお前に合うかなって考えてさ。お前おしゃれ心が足りねえからさ、補い合うっての。親友っぽくね。まあよろしくの印だよ。我は何時、何時は我、何時ついに真実の絆を得たら、ここに魔術師の力はその才能を開かれたら、今こそ我ら何時に与え、魔術師の究極なる力、何時がうちに満たされんことを。男相手に無駄に緊張した。味玉追加で
10個追加で。話は聞いてるよ。山岸風花くんだね。はい。そんな緊張しなくていいから、ま、かけて。あ、はい。みんなも本当にご苦労だったね。山岸くんの件よく突き止めてくれた。あ、そうそう、それとね、例の意識不明で見つかった女生徒たちはみんな意識を取り戻したらしい。よかった。彼女たちは3人とも警備員が帰る夜中の0時近くを待って学校に来てたんだ。そして門の前で0時を迎え、影時間に落ちシャドウに襲われた。ただ昔からある階段と状況が似ていたとかで変な騒ぎになっちゃったようだけどね。まったく、音量なんて実際ありっこないですから。私が悪いんです。って、なんでそうなるのよ。あなた被害者でしょ。でも何日か休んだくらいで死んでるとか変な噂になっちゃったのは私のせいだし。いや、あのね、君がいなければ私たちは勝てなかったかもしれない。君は私たちの命の恩人だ。だからもっと自信を持っていい。君には人の支えになれる特別な力があるんだからね。特別な力。私たちはペルソナと呼んでいる。君の能力は今の私たちに必要なものだ。ぜひ力を貸してほしい。それって私が先輩たちの仲間に。そうだ、キリジョー先輩。俺からも頼む。真田先輩。あのさ、別に強制じゃないから無理して今決めなくても。私やります。やらせてください。え、即答いいの？一緒に戦うならこの寮に入ってもらうことになるけど。それは多分大丈夫。どうせ家には私の居場所はないし。ありがとう、協力心から感謝する。こういう特別な事情だ。ご両親への説明は学園がうまく計らおう。はい、ありがとうございます。いいんですか、こんな簡単に人を巻き込んで。あの、大丈夫ですから。私、ところでまた今月も例の普通じゃないシャドウが出たね。どこから現れるのかとか謎は残るけど、真田君の予測はおそらく当たりだ。奴らは満月にやってくる。今後の指針にしてくれていいと思うよ。来月からは満月が近づいたらご注意ってことっすね。敵の来訪周期がつかめたというのは大きなアドバンテージだ。対戦の日取りが決まればトレーニングのメニューが組める。
いつ処分とか受けたらしいよ。マジ？なんかやったの？知らないけど、いきなりだってセクハラとか。それいて。おはようございます。あ、幽霊のこと。やめなって、やばいよ。フーカいる？森山さん。フーカ、あんた寮に入ったんだって？うん。相変わらずくったいの。でも何かあったら相談しなよ。いつでもさ、どうせ頼れる相手もいないんでしょ。森山さん。かったいな、その呼び方。夏樹でいいから。ありがとう。せっかく来てくれたのに悪いが、今日の会議は手短に済んだから、もうみんな帰ったぞ。うるさい外野がいなくてちょうどいい。ああ、今日中に片付けたい作業がある。例の男子トイレの吸い殻の件、被疑者候補の割り出しを急がねば。見ての通り、定例会の実施は不可能だ。君も帰ってくれて構わない。君も何かと多忙だろう。息抜きも必要だぞ。時間に余裕があるのなら、少しだけ昔話に付き合ってくれないか。地位も名誉も学歴もない男は、何をよりどころに社会貢献に努めるか、真心だとある男に言われたんだ。その男が今どうしているか教えようか。ある報道番組の取材中に、女性レポーターが局側の過失の事故で負傷した。不慮の事故として扱えと指示を出したのは上層部のお偉方だったんだが、事実の隠蔽を週刊誌に嗅ぎつけられると、局は番組担当の構成作家を担ぎ出した。現場の判断で事実を隠蔽したとね。トカゲの尻尾切りってやつさ。僕に真心と真剣に話してくれた彼は、業界から追放、生涯の天職を失った。永遠にね。この社会での弱者は強権者の糧も同然だ。真心では、綺麗事では勝ち残れない。僕はね、弱者を出さない組織を作りたい。そのためには強権者をも裁くことのできる絶対的な秩序の構築が不可欠なんだ。さて、作業は一段落したし、玄関までだが、一緒に行かないか。
帰り。それよりも一つ試練を乗り越えたね。覚えてるかな、前に僕が言ったこと、全てが終わるっていう話。あれからまた少し思い出したんだ。多分終わりは避けて通れない。でもね、不思議なんだ、君を見てるとそんなこととは反対の大きな可能性を感じる。現に君の力、前とはだいぶ変わってきてるみたいだしね。ねえ、よかったら僕と友達になってよ。君にすごく興味があるんだ。どうかな。名前、そっか、名前が必要なんだね。僕の名前はファルロス。よろしくね。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝死神のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。今日はもう遅いから帰るよ。次に会える日が今から楽しみだ。バイバイ。おはよう。揃っていて助かった。急な話ですまないが、今晩また理事長が見えるそうだ。夜は例の部屋に集合してくれ。こないだ来たばっかなのに、なんかあったんすか？何でも我々にとっておきのプレゼントがあるそうだ。山岸の入寮初日で慌ただしいだろうが、
よろしく頼む。とっておきって、これは期待しちゃっていいのか？どうだろう。いくつきさんのことだし、どうせ新しいダジャレを思いついたとかじゃない？素晴らしい。楽しみにしております。私からのお願いです。素晴らしい。感謝いたします。ふふ。そうそう、では何とぞ。吉報をお待ちしております。では何とぞ。吉報をお待ちしております。吉報をお待ちしております。そうそう、吉報をお待ちしております。そういえば、吉報をお待ちしております。それでは。ご機嫌。依頼を受けて成果のご報告。素晴らしい。楽しみにしております。それでは。
て。ん？それじゃ、はいはい。入れっぱにしてんの、気づかず洗濯しちゃってもう大惨事。と待ってて、靴履いてきちゃうから。まただ、いつも同じ手口とか芸なさすぎ。よかった靴は無事で、こっちまでやられてたらさすがにちょっと笑えない。ね、いちいち数えてないから。最初はムカついたけど、もう慣れたっていうか、イラついて疲れるのも損した気するし、めんどくさい。まあ目の前でやってるの見たら捕まえて往復ビンタだけど。あ、今のジョークだからね。私は優しい子。いい？ほら行こう行こう。だからこの際ユニフォーム新しくしようかなって。スパッツスタイルとかどう？空気抵抗受けにくいって言うし。あれ、西脇さんじゃん。隣の人、新しい彼氏もう変えたんだ。さすがだね西脇さん。別にそんなんじゃないよ、同じ部の友達。いいよ、私の前だからって遠慮なんてらしくないし。そんなイケメンをゲットできるんだ。私もマネージャーやってみようかな。相変わらず思い込みの激しいやつ。やめなって、あんなに毎日駆け回ってさ、筋肉ついちゃったら嫌じゃない？よしなよ、彼氏さんの前だしかわいそうだよ。本気でやろうって言うなら止めないけど、彼氏探しなら他でやった方がいいよ。マネージャーって忙しいし、人の下駄箱にガムつける暇もないくらいに。何言ってんの、全然わかんない。そりゃそうでしょ、例え話なんだから。なんか私変なこと言った？別に。ねえ、もう行こう。ごめんね、変なことに巻き込んじゃって。いやいや、気にするって。本当ごめんね。あなたには話しとこっかな、誤解されんのも嫌だし。そこを座ろっか。さっきの黒いタイツの子、同じ中学だったんだ。中学の時にね、
私バスケ部の男の子に告られて付き合ってたの。でもそいつあの子と私で二股かけてて、私だって被害者なのに。あの子一方的に私を泥棒呼ばわり、バスケ部のマネージャーやってたからなんだってさ、意味不明じゃない？しかも高校で陸上部のマネになった時もいろいろ言ってきてんだよね。私は部活の頑張ってる人の力になりたいってだけなのにさ。さっきのガムとか多分あの子だね。少し粘着質なとこあったから。ほんと暇なやつら。小さな仲間内でネチネチやってさ、もっと建設的なことしろっての。ペコダに説教されたらいいのに。将来が思いやられるなーとかって、それ私が言われたやつだけど。あ、そういえばごめんね。あの頃さ、あなたのことを彼氏だなんてさ、気悪くしたでしょ。他の子には言わない方がいいよ。恋愛まっしぐらの女は怖いんだから。経験者だから言っとく。あ、そうだ、さっきの二股野郎の話ミヤとかには内緒だよ。あなたにしか言ってないんだから。あ、それからその二股野郎とはとっくの昔に別れたから。だからどうしたって話だよね。何言ってんだろう私。話してたら遅くなっちゃったね。そろそろ帰ろっか。じゃあまたね。やリーダーのその戦闘服とセットになってた私、全員分の武器ろくにせず、課外活動運用。
山岸さん、いる？はい、どうぞ。そろそろ作戦室行こう。って、あれ、すっかり片付いてる。後で手伝おうって思ってたんだけど。そんなに荷物多くなかったから意外と早く終わっちゃって。あ、もしかしてパソコンとかそういうの強い？私いまいち疎くってさ。今度いろいろ教えてよ。うん、私でよければ。何か調べ物？実践に向けてみんなの特徴とか整理しておかなきゃって思って。私は前線に立てないから、せめてこれぐらいは。そっか、山岸さんは真面目なんだね。しかもあんなすごい能力があるし。考えてみるとさ、この寮にいる人ってみんなすごい人ばっかり。真田先輩は文句なしで強いし、リーダーも誰にも真似できない力がある。順平は置いとくとしても、霧城先輩だってきっと強いんだろうな。なのに私はなんか中途半端っていうか、この前の満月の時も何もできなかったし、こんなんじゃいてもいなくても同じかもなんて。そんなことないよ。え？私ね、ペルソナは心の力、もう一人の自分だって聞いたの。だからペルソナが使える力にはその人の性格とか思いが現れるんだと思う。例えば竹葉さんのペルソナは傷を治す力を使えるでしょ。それは竹葉さんが誰にも真似できない優しさを持ってるから。いや、優しくなんてないよ。ただ私は目の前で誰かが傷ついたり倒れたりするのは嫌だなってだけで。あ、ほら、いくつきさん来ちゃうから行こう。あとさ、ゆかりでいいよ。今日からよろしくね、ふうか。うん、こちらこそありがとう、ゆかりちゃん。たびたび呼び出して申し訳ない。でも今日はとっておきを持ってきたから。説明するよりとにかく見てもらおうか。これは君たち課外活動部に支給される新しい装備だ。だいぶ前から開発を進めていたんだが、ようやく実戦投入にこぎつけてね。襲い来るシャドウは強力になるばかり。現に前回君たちは大変な苦戦を強いられた。今後さらに強力な敵がと考えると、こちらにも対抗手段がなければいけない。この先はこれらを身につけて任務に当たってほしい。活動時に着用する戦闘服、腕章、そして対シャドウ戦における切り札、テウルギアを使用するためのカートリッジだ。テウルギアはギリシャ語で神に働きかける術という意味でね。まあ簡単に言うと、使用者の感情と連動し、一定の条件下で必殺の一撃を放てる代物だ。必殺技っすか。それそれ、そういうの求めてたんだよな。で、どうやったら出せるんすか。そこなんだけど、一言で説明するのが難しくてね。僕から口で伝えるより実際に使ってみるのがいいんじゃないかな。え、そんないきなり危険じゃないんですか。大丈夫、安全性は十分に検証したし、安心して試してもらっていい。ここにマニュアルも用意してある、よかったら参考にして。いや、しかし今日に間に合ってよかった。山岸君が加入し、霧城君は前線に復帰。課外活動部は新たな布陣を敷くことになる。新兵器投入のタイミングとしては申し分ないだろう。おっと、もうこんな時間か。もっと詳しく話したいところだけど、例の大型シャドウについての調査が忙しくてね。すごいことがいろいろ分かりそうなんだ。
近いうちに報告させてもらうよ。それじゃあ金城君、あとは任せたから。本当に帰っちゃった。なんとなく思ってはいましたけど、おおらかな人というか適当とも言うな。構わんさ、理事長の言う通り実戦で試してみるのが一番だ。全員揃っていることだし、いい機会だ。これからタルタロスへ向かい、新しい装備の感触を確認しよう。私も勘を取り戻したかったところだ。山岸をバックアップに置く夫人のテストにもなる。それでいいな。やっぱ切り札とか聞くと燃えてくるよな。くらえ必殺テウルギアとかそんな感じ。初めてで緊張するけど、よろしくお願いしますリーダー。では各自受け取ったら着替えてタルタルスへ出発だ。おっす。いいっすね、なんか精鋭部隊って感じで。あんたちゃんと着なさいよ、だらしないな。でもみんなちょっとずつ形が違うんだね。各人の体に合うことはもちろん、戦闘スタイルも考慮して作られているはずだ。俺は先行して試験的に運用していたが、完成度が上がっているな。これすごく軽くて丈夫。宇宙服とか軍事用の素材でしょうか。この腕章もただの飾りではないそうだな。もらったマニュアルによると、いろいろな機構が搭載されているみたいです。その人のバイタルをトレースして通信したりとか、あとはテウルギア使用の可否を知らせる機能もある。ごめんなさい、それについての詳しい記述が見当たらなくて。そのカートリッジを召喚機にセットして使うってことぐらいしか。それを探ることも今回の探索の目的としよう。無論あくまで慎重にな。では山岸、伝えていた通りバックアップは任せるぞ。私は前線に立ち戦闘に参加させてもらう。俺も行くぞ。腕がなまってないかチェックしてやる。私も行きます。ではリーダーを含めこの4名で突入する。俺も行きたいですって。せっかくこんな盛り上がってんのにお留守番とかないっしょ。リーダーのこいつを外すわけにはいかないだろう。順平はここに残り、山岸のフォローを頼む。いや、そう仕方ねえ、そこまで言われちゃうな。ふか、鉄壁の俺っちが守ってやるぜ。うん、また始まった。ふか、危なくなったら見捨てていいし、変なことしようとしたら殴っていいから。うん、わかった。わかっちゃいます。山岸、探索するのに適当そうなフロアを探してもらえるか。はい、
前と中の様子が違う。違うのはいつものことじゃんよ。そうじゃなくて乱れてるというか一時的なものだと思いますけど、比較的安定していそうなフロアを探しますね。そんなことまで分かっちゃうんだ、すごいね風花。イレギュラーな潜入があったり、大型シャドウが派手に暴れたせいかもな。ここでは何が起きるか分からん。ま、望むところだが。よし、では始めよう。リーダーのその新しい剣、ちょっとかっこいいね。戦闘服とセットになってた私の弓もすごく軽くて使いやすそう。全員分の武器まで新調してくれるとは、理事長もやるじゃないか。ろくに説明もしないで、気が利くんだか利かないんだか。課外活動部の刻印も入っている特別製の品だな。運用はいつも通り君に任せる。開始前に装備の確認も忘れずにな。ご機嫌よ。依頼を受けていただけますか。成果のお見事。それで ソベルベッドルームへ。登録なさるのです。上書きしてよろしいですか。登録完了でございます。合体さって探すといたしましょう。お考えになるとよろしい。こちらのペルソナですね。どちらを継承なさいますか。どうぞご覧ください。さあどちらにいたしますかな。おやめになりますか。また。
あの、到着したようだな。聞こえるか、山岸。は、はい。シャドウの反応はどうだ。近くに一体、注意してください。早速肩鳴らしだ。そこへ向かおう。いつでも行ける。リーダー、準備はいいな。よし、行くぞ。解析準備を開始します。解析準備中です。もう少し時間がかかりそう。氷結に弱いみたい。この一手でどんどん凍らせちゃいましょう。やはり私にはこちらの方が向いている。腕は鈍っていないと証明しよう。問題ないな。風花もいい感じだったね。お疲れ様。ありがとう、ゆかりちゃん。付近にまだ反応があります。交戦する場合は向かってください。当然だ、行くぞ。見事だ、転倒しました。ジャックランタン。
要だ。お疲れ様でした。そういえば、あの、そうか、お疲れ様です。やるぞ。だいぶ感触が戻ってきたな。もう少し体を動かしておきたいところだったら上に登らないとですね。あの、シャドウでもお出ましか。いえ、なんていうか、さっき感じた乱れみたいな。了解した。慎重に進もう。上がったらまず状況を確認だ。良さそうだな。山岸、案内を頼む。もうこんな時に。ふうか、どっち行ったらみんなと。ゆかりちゃん、危ない。え、
何度も守られて、目の前で誰かが傷ついて。何やってんのよ私。カリちゃん、ウカ、サポートお願い。先輩たちが来るまで私が食い止める。停車キッチン。今ならいける。二人とも無事のようだな。すみません、ご心配おかけしました。いや、不測の事態をよく乗り切ってくれた。仕切り直した方が良さそうだ。一旦エントランスまで戻るぞ。お勤めご苦労さんっす。ごめんなさい、リーダー。私がもっとちゃんと指示できてれば。やはりバックアップは君しかいないと確信できた。本当ありがとね、フーカ。私は何も。全部ゆかりちゃんの力だよ。つーか、すごかったんだろう、ゆかりっち。必殺技、どうやって出したんだよ。どうやってって、とにかく必死で私ができることしなきゃって、そう強く思ったら、自分の中でこう何かが込み上げてきたっていうか。このカートリッジは感情と連動すると言っていたな。はい、うまく言えませんが、あの時はゆかりちゃんの中の強い思いに反応したように見えました。つまり使うものの感情の高ぶりに応じて限界以上の力を引き出せる武器。よくわかんねえけど、要はテンション上がったらすげえのぶっ放せるってことっすね。ゆかりちゃんのおかげで作動する時の感じがつかめました。使用できる状態になった人がいれば次から指示できると思います。そんなんじゃないよ。たまたまできたってだけで詳しくはわかんないし。感情との連動については私も後で詳しく調べてみます。戦う時の思いは人それぞれだから、使えるまでの過程も違うかもしれません。俺も試し打ちと行きたいところだが、今日は引き上げるとするか。こいつに無理はさせられない。それに次の満月までまだ時間は。もしもし、こちらエリザベスでございます。タルタロスの奥から何かが聞こえてまいります。閉ざされていたさらに奥へと続く道が開かれたようでございます。念のためお知らせいたしました。
ではより一層のご活躍をお祈り申し上げます。では何とぞ。それで。止めて、ああ、引き受けた。いいんだな。ああ、引き受けた。いくつ、そうか。いくつ、それ、分かった。
それを、ああ、引き受けた。それ、わかった、引き取ろう。それ、わかった、引き取ろう。用は済んだのか、じゃあな。
ごきげんよう。それで、何がいる？ありがとう。依頼を受けていて素晴らしい。そう。それで。ご機嫌。ええ。それ。
のね、you